危ない危ない、今日の服でやるところだった。私のために入ってくる。メイクインじゃがいもっていうこと？メイクインじゃがいも？じゃがいも？みんな私のために仕事早く切り上げたり休憩取ったりしてくれてる、ありがとう。メイクするよ。メイクするよ。バラなの？あ、バラになったんだ。新しい、ありがとう。アイス終わったんか。ゆで卵。へへへ。すっぴんかわい、ありがとう。じゃあ今日すっぴんで出ようかな。今日すっぴんで出ようかな。まだ現場事務所みんなに。ああ。はいはいはい。よいしょ。飛行機出張だっけ。配信時間メール告知ありがとう。それ私珍しいよね。ちょっと告知してみたんだよね。さあ告知で、まあ早い時間だけどね、言ってみた。助かった。秋葉原。そう、まあ、たまには告知も大事かなと思い、そう、それもさ、今日さ、あのほら普通に夜もさ配信あったからさ、私の配信じゃなくてあの NGT のやつで、だからそう、それもだし、今日月曜日だからちょうどあのあれいろいろあれだなと思って言ってたね。4日7日出演、そう、まさか自分もびっくり。会える？4日仕事休む？嬉しい、ありがとう。返信見れてるよ、私の横顔好きなの。ごめん、これから公演だけど特別アイシャー間に合うから見れます。お、見てね。長岡オフラインで会いましょう。もうね、本当にみんなオフもオンラインも参加して、寂しいから隣いっぱいさおしゃべりしてる中さ、自分だけ待機してんのさ辛いの。だからみんなたくさんお話ししてほしいな。まあ私の頑張りが足りないのかな。ちょっとさピン持ってくるから待っててもらえる。ちょっと顔面真っ赤になっちゃった。顔白いんだけど。ちょっと待って、これ事故だよね。白くね。待って白い待って、白すぎる。白かった、ちょっと思ったより白くて自分のもびっくり。
と白くなくなった、馴染んだ。誰かがさ、私のお迎え来たとかさ、変なこと言うからじゃん。笑っちゃうよ、本当に。もミュート、そうだよ。ミュート。でもね、鳴ってもね、何かが聞こえてもね、よろしくないものが聞こえてもね、みんなね、反応しちゃいけないよ、コメントに打っちゃいけないよ。いつどんなとこでバレるか分かんないから。ダメよ、反応しないでね、ね、分かったか、やめてくれ。なんかさ、昨日さ、メイク落としでさ、このパフを吹いてファンで撮ったの、ついてたやつを。で、乾かさずにここに入れて片付けちゃって、今触ったら濡れてたから大丈夫かなと思って、腐ってないかなと思って、入会で。今日は仕事休みだった。いいね、日、月曜休んだらだいぶさ、ね、休んだ気になるよね。だって仕事始めが火曜からってことでしょ。また1週間早く終わるぞ。うん、ね、ちょっと心配でも大丈夫、匂わなかったから大丈夫です。大丈夫。一瞬不安になった。雷、そちら、そちらの件は雷か。こっち暑かった、さっきセミ鳴いてた。28日頑張ってじゃあ特賞出さないと、そろそろうちは書きたいよね。書きたい、書きたい、みんな当ててよ、私を書きたいよ、みんな私の引いて。私の引いて、なんかさ、私の書いたうちは持ってきてさ、見せてくれるの嬉しいんだよね。この4期出て頭抱えてます。本当だよね、そのさ、4期のやつ引いちゃったみたいな見るたびに不安になるよ。私との出会いがさ、うちわだからさ、もしかしたらそれきっかけにって、まあ信じてるけどね、私以外行かないって。じっちゃんかわいい、ありがとう。圧かけた。こんにちは。なんか今ね、めっちゃ欲しいものがあってね、私あれが欲しいの、メイクキープミストみたいな、それがめっちゃ欲しくて。なんかメイク用でしないんだって、すごくない？めっちゃ気になってんだよね。そう、おにぎりちゃんにね、よく借りるんだけど、おにぎりちゃん、なんかそう、メイクするときのこういうスポンジにかけてもいいんだって。すごい気にならない？私めっちゃ気になってる、それ。おにぎりちゃん何でも持ってるよ。あと、おにぎりちゃんにあれもらった、最近教えてもらったんだけど、チークってついてる筆じゃなくて、こういう使い捨ての、これじゃないけど使い捨てのパフでトントントンってしたら発色が良くなるみたいだよっていうあれでパフをもらった。まだちょっとあんま使ってないけど、っていうのもおにぎりちゃんに言った。私おにぎりちゃんに全部言っちゃうんだよね。みんなの話もするよ、実は。だからおにぎりちゃん、私のね、ファンの方たちの名前知ってるの。すごくない？
いちゃん、私の昔よく行ってたケーキ屋さんに住んでるぐらい。うん、なんかみんなの名前知ってる。配信も見てるからかな。話されなそうだと思ってるじゃん。されてんだよ。おにぎりちゃん人気。おにぎりちゃん絶対ね、富山の人はねすれ違ってると思う。絶対絶対すれ違ってる。一回はいろんなところ行ってるから。4期生お宅の前共有しすぎですよ。ね、本当にそう思う。え、でも私のねファンの方たちのね名前はね言わないようにしてる。あんま言わないようにしてる。取られたくないから。取られたくないから言わないようにしてるけど、ちょっとなんか嬉しい時とかはちょっと言っちゃったりするとか、あと受付の順番決める時とかかな。あ、私こんなどこやったかな。まあいいや、取られたくないから可愛い。取られたくないんだもん。取られたくないんだもん。でも受付を2人体制の時とかは、あの終わった後に一瞬話したりはしてたけど、それ以外は話はあんまり出さないようにしてる。取られたくないから。そう、だって名前言っちゃったらさ、お見送りで覚えててさ、名前言われたら嫌じゃん。名前言われたらみんなちょろいから絶対言っちゃうでしょ。えって言っちゃうでしょ。名前呼ばれたらみんな言っちゃうでしょ、絶対すぐ言っちゃうでしょ。ちょっと気になる、配信覗いてみようかなとか、なっちゃうでしょ。どうなの、どうなの、分かってるよね。それだから私は言わない、言わないようにしてるけど、嬉しかった時は言っちゃう。ポロって言っちゃう。あ、何々さんがねとか言っちゃう。言っちゃうけど、あの、うん、言わないようにしてるから、みんながあんまり周りに名前呼ばれることはないと思う。多分私がでっかい声で名前呼びすぎたら多分言っちゃうけど、みんな。って感じ。あ、初見さんいっぱいいるじゃん。こんにちは。よかったらフォローお願いします。フォローしてちょ。原さんに名前呼ばれるのはなぜか、多分知ってるんだよ、あなたのこと。あなたのことを知ってるんだよ。ただいま。おかえり。どう、チャリ暑かった？え、もうチャリ乗り終わった？この時間珍しい。え、ねえ、私この時間さあんましないよね。私夜だよ、朝とか。明日どうしようかな。明日朝とかしちゃおうかな。5時からしてみる。5時だったら私オールだな、絶対オールだな。汗だくね。だよね、絶対暑いよね。28日特賞出しにガチャ回しに行きます。お、20、お、私の特賞出すって意気込んでる人が2人いる。どっちが最初に出るかな。ちょっと仲良く一緒に引いてきて。早朝、本当に早朝だよね。え、私がさ、もし5時にしたらみんな来れる？みんなフォローして。じゃあガチャやらない。なんだよ。でもガチャよりも私の、うん、確実に当たる。あー、でもほら、そっか、うちわとかは当たんないけど、写真だったら私を確実に届くじゃん。写真とかだったら。前日に教えて。いや、言わずにやっちゃうかもしれない。だって言ったら絶対やらなきゃいけなくなるじゃん。こ
こじった朝まだじっちゃん起きられない。それは言えてると思う。多分私4時50分とかに寝ちゃうんだよ多分。そういう時って5時5時5時と思ってても4時50分とかに、あ無理だ目がつぶれる、わ寝ちゃうって寝ちゃう。そう私自由人なんで。さんこんにちは、みんなお疲れ。初見さんこんにちは、初見さんこんにちは、よかったらフォローしててください、お願いします。みんなフォローして。みんなフォローして。ねえみんなちょっと待ってて、おにぎりちゃんにもらったやつをみんなに見せようかと思って。じゃん、すごくない、すごくない、すごくない。てか夏休み、あ確かに、えいつからだっけ、いつからだったかな、20何とかだった。でも多分もうちょっとだよ、もうちょっとだよ、26とかだったかな、75かな、そんぐらいだったはず。48の夏休み。めっちゃなんかちょっとかっこいい。え、それな、おにぎりちゃんにもらったので、おにぎりちゃんがくれて、実は実はそうそう、じゃーん私もお揃いって、お揃い持ってます。ちょっとあの専門学校とかのパンフレットでこういうのない。こういうの持ってるやつ、写真ない、こうやって。美容ね、美容専門だって。おにぎりちゃんとお揃いずるい、ずるいとか言わないで。それもおにぎりちゃんとお揃いってみんなおにぎりちゃん推し、なんかみんなおにぎりちゃんのこと好きだな、会ってみたいでしょ、会わせないよ。絶対会わせないよ。でもいつか公園見に来た時にさ、誰かに声かけられるんだろうなとはちょっと思ってる。じゃあどうするにしよう、じっちゃんの次のおにぎりちゃん推しです。よし、まだ私は一番だ、間に合ってるようだ。こんにちは。でもこれでやったら本当になんか綺麗に色づくんだよ。ちなみに私今鏡見ずに画面見てやってるから、ね、頑張ってるよ。鼻チーク、顎チーク、今日何着てくの？今日はちょっと可愛い服ではないかもしれない。とね、夏服思ってたよりなくて、そうで買う時間がなかったから、それもさまだ実家に服が何着かあったから、そうだからね、ある服を引っ張り出したって感じ。レッスン着で逆に目立つかな、それありかもしれないね。
でも、私もワンピースとか一着欲しいなと思ってる。そのなんていうの、ロングワンピースっていうのかな、配信で着れるようなやつを一着買わなきゃなって思ってて、で今夏だから夏のやつ買おうかなって思ってるから、まあ次の配信とかで着れるといいなと思ってはいる。でも私ね、ほんと花柄のワンピースとかロングワンピースって本当に似合ってなくて、本当に似合わなくて、本当にどうしようかっていうぐらい似合わなくて、そう多分ね、イメージがないだけだと思うんだけど。白系のワンピね、あれみたいな、歌唱力の時みたいな、仮装してく？あ、仮装してこうかな、それいいかもしれない。どうしよう、体操服とかで行っちゃう？もう仮装じゃないよね体操服でどうかな。体操服だとほらいっぱいアレンジできるじゃん、曲げたりできるし、お腹も出せるし、ある意味ね、いいと思う何？はい、特別配信から何食べる？決まってない、決まってない。ちなみに昨日はコロッケ食べました。ソースついてると思ったらついてなかった。春巻きはさすがにね、あの連続だったからやめた。春巻きの予定だったんだけどね、帰るまで、帰って春巻きは一旦我慢しようと思って我慢して、今日食べるかも。わあ、バラありがとう。冷凍じゃない、冷凍食品あんま買わないかもしれない。じゃあみんなのおすすめの冷凍を教えてください。でもね、すごく便利だよね、あの自然解凍とかのやつ、めっちゃ良くない？お弁当に入れとったらさ、食べる時間になったら自然に解凍されるじゃん。たこ焼き冷凍の好きなの？他は？よいしょ。みんな何の冷凍食品が好きなの？唐揚げ？あー、飛行機電波悪いのか。私飛行機乗ったことないんだよね。冷凍の6位だったか、高焼き。へー、唐揚げっていろんな種類ない？隣見ないだって言ったら見ちゃうよたこ焼き、冷凍食品はチャーハンあるんだ。なんかね、いろんなのあるよね。でも私ね、あれ好きだよ、あのイオンのさ、あの一人前のなんだっけな、チキン、あ、ごぼうの炊き込みご飯みたいなあるんだよ、イオンの冷凍のところに。90円でめっちゃ安くて、そう、なんか1個家にあればご飯炊くのとかめんどくさい時とかにね食べれる。あれ美味しい。あとチキンライスかな、その隣にねあるんだけど、そう、みんなイオン行ったら見てみて。いれやっぱ焼きおにぎり、ちょっと好きになったから焼きおにぎりちょっとダメだな。でもうちの妹2人は好きだよ、だから
そう、二人が食べてるのはよく見るけど、私は食べない。バーベキューでも食べない。みんな食べてるのを眺めてる。その焼く前の私はもらって食べてる。私ね、本当にね、食べず嫌いとね、好き嫌いが多くてね、昔食べてたものを今になったら食べれないとか、食べたら意外と美味しかったとか。秋吉は私ね、白米なんだよな。赤だしが好きですね。あとはちょっと1本高い、1本であの量のきゅうりは高いけど、きゅうりも好き。秋吉ってさ、富山にしかないんだっけ。そう、焼き鳥の、そう、焼き鳥の秋吉だよ。とね、なんかピーマンの丸焼きとかそういうのは食べれないけど、なんだろう、忍者おろしみたいな、忍者おろしみたいなやつのさ、細く切ったピーマンとかは意外と好きかも。この前そういあのね、家族でご飯屋さん行った時になんかお通しみたいなのが出てきて、パパにね出たんだけど、あのね、びっくりしたの。届いた、瓶が届いたの。その瓶の中にピーマン、普通に、ま、もう普通のピーマン入ってて、ピーマン3つ入ってて、何につけてあったんだろうね、食べてないから分かんないんだけど、本当になんか水にピーマン浸ってるだけのやつが出てきて、びっくりした。あ、こういうのもありなんだって。みんな見たことある？あれ多分水だったんかな、何だったんだろう。すごい、なんかすごい冷たそうだったよ。私は苦そうと思って見てたピクルス、うん、ピクルスじゃなかった、あれはピーマンだった。パパもピーマンって言ってた。あとあれはね、ピーマンの形だった。そう、どこにあれを、あ、でもなんか肉味噌みたいなのも届いてて、つけて食べてくださいみたいな。それは美味しかったみたいだよ肉味噌は美味しかったみたい。よいしょ。こんにちは。なんかさ、本当に1ヶ月に1回絶対松葉行っててさ、私まだ松葉かけて1週間で1ヶ月経ってないんだけど、私目尻の部分がすぐ落ちてきちゃって、いつも強めにかけてもらってんだけどね。そう、強めにかけてもらっても落ちてきて、そう、ちょっと下がってきただけでもうすぐかけに行きたくなっちゃうから、早く行きたいなって思ってる松葉大好き人間だから。私のまつげめっちゃ強いからさ、まつげパーマかけたら抜ける人とかいるんだけど、私抜けないの、めっちゃ強いの。まつげパーマ歴2年ぐらい。あ、メールの返信時間、あ、22時、私めっちゃ間違えてたよね、あれ20時ですマジでね、本当にみんなの返信見て気づいたやけん肉なの猫好き。あ、バツイた。私はね、普通のカルビが好き。でも、最近気づいたのは、タンが美味しいってことに気づいた。
こうやって返信しなかったそう、なんかね、何人かに言われて、えって思って、その自分の送ったメールを見返したら22時半って書いてあって、22時半ってなってそう、まあみんな分かってるでしょうと思って、そう、私も実は忘れてた、今言われるまであえて突っ込んだだと思ったまつげどう、綺麗になったかな、そろそろ脱します、電波悪くなった、いいよ、うへへ、やばい、眠くなってきた、家ですか、家にいるんですか、4日どうしようかな、さ、あのメガネ見せに来てよ、めっちゃ見たい、マイハウス、本当のお家の方、キラキラ、ありがとう、なんか顔白くね本当のお家とは本当のお家とは本当のお家の方かな言わない方がいいかなと思って、さっきより白くないから大丈夫、よかった、こんにちは、こんにちは、こんにちは、しょうがないな、一応昼は投げるよ、やったー、楽しみにしておく、当たるといいね、シェアハウスじゃない方です。そうかそうか。ちょっと待ってて。あれ、ヘアアイロンどこ行ったかな。どっか行っちゃった。ちょっと待ってね、今探してるから。戻らなきゃバンされるよいしょ、そうしたらいいんじゃん、で私は髪を縛らなきゃならないのと、昨日前髪ちょっと切ったんだよね、誰も気づいてくれなかったけど、だって1センチだもん、気づかないよ、気づいたらびっくり、びっくりしちゃう、4日の公演、夜は仲間と一緒に連番で、昼は一人で申し込みます、お、いや絶対気づかない、気づいたらびっくりするぐらい、分かんないぐらい切った、まあ横流し してたしね、こうそりゃ分かんないさ、私もあれと思うぐらいしか切ってないから、ですねよしよしよし、朝はちょこちょこいじってる、朝はちょこちょこいじってる、どういうこと、ではでは、ねえちょっと待って、せっかく持ってきたのにちょっと待ってて、もう本当にもう、今日はポニーチェールをします、ポニーチェール、チェール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 、昨日ここの耳毛もちょっと切った、
当に分かんないぐらいだけど。実はまだ顔のメイク完成してないっていうね、中途半端なことをしますよ。私はいつも中途半端なことしますよ。本当にね、中途半端なことする。特別配信ジェル見つけるよ。見つけてね。運気で一番可愛いのに本当にありがとう。ちっちゃんとアンナちゃんどっちが身長高い？アンナだよ。絶対アンナだと思う。ということで、あ、バラありがとう。なんかそのバラいいね。あの夢の国のあれみたい、あのあれみたいだね、あのキャラのあれみたいだね。かわいい。あのキャラクター好きなんだよね。で私はやっぱり塔の上のあれが好きかな。リップ最後だ、まだアイメイク途中。そうだね、アイラインをしていない。リップしてない。リップはね、いつもギリギリにつけてる。急に髪をやりたくなって。今から髪の毛する。どっからどこまでがあれなんだろう。垂れ目はちょっとな、垂れ目はちょっとな。私目細いからさ、垂れすぎたらね、余計目がなんて言うんだろう、細く見えちゃう。特別配信でじゅっちゃん喋ることあるかな。どうだろう、どうだろう。あ、もうチャームポイントは隠さないよ。私喋ることあるかな、どうなんだろう、まだわかんないな。どうなんでしょうね。爪痕残してきて、あの残せるかな、残せるポイントがあるかな。感じだね。まあでもなんかアピール、カメラに向かってずっとウィンクでもしてればいい。どうしようかね。カメラに映ったらずっとウィンクとかでいい。いや本当にでも残せる配信ではないんじゃないかなって感じかな。あんまり自分が目立つところはない気がする。今人が飛び出してきて焦った。え、車運転してんの今。ダメだよ、リアクション大きく。そんなリアクション大きくするところあるかな。椅子からわざと落ちるとか私ね、できないかもしれない。わざとっぽくなっちゃうから、演技派。でもなんかね、笑うところはめっちゃ声でかく笑うとか、そしたらなんかさ、すごいなんかあれになっちゃわない？わざとくマイク落としたらマジで怒られちゃう。明日から7時以降しか配信、あら、そうなの？頑張ってきて。
ちょっとねそれはね、まあ今日の配信はそんなあれではないからね。ねえ、あと何かこっちのさ耳のやつさすごい何か短くない？短くないって細くない？こっちより。そんなことない？どう？ちょっと細いよね。足りないよね絶対。絶対足りないよ。でもさこれ出したらすごい何か髪の毛ってね難しいんですよ。本当に難しいんですよ。あ、そうだね、特別配信それはあるかもしれない。今誰配信してるの？眉は描いてない。私眉描かないの。眉毛いじんないの。色抜くぐらい。でも色抜いたらみんな眉毛ないっていじってくるからやだ。マジで眉毛いじりするの本当にやだ。本当に眉毛ないよとか言わないで。みんないつもさママに眉毛のやつ抜いてって言うんだけどさ、みんなにいじられてんじゃんって言われて、ママが眉毛の色抜いてくれなくなっちゃったから。みんなやめて言わないで。私ね眉毛の色黒だったらね本当にね顔が濃いから、もともと顔が濃いのに黒いものがあると余計濃く見えちゃって、そうよくないから、色抜いて薄くして前髪で隠してなんだけど、私はさこうセンター分けにすることとかが多いから、まあ、隠しきれてないわけよ。その時にあれ眉毛ないじゃんって言われるからちょっと怒っちゃうよね。だからやめてください。マジで本当にやめてください。って言っても多分私が眉毛の色を抜いて、まあ、別に色抜いたことはねいちいち言わないんだけどさ、抜いた時絶対みんな言ってくるんだけどね、あ眉毛今日少ないとか言って、眉毛描いてるとか言って。はいって感じですね。ポニーテールはできた。あとはまあ後からこことかの粉を押すくらいかな。プロペラ回せるんだけどね、今やったらいろいろ周り飛んでっちゃうから、しません。日焼け止めはもうさっき塗った。まあ、配信でさすがに日焼け止めは塗らないよね。でも本当に日焼けしたくなくて外出るときアームカバーつけてる。そしたら友達にめっちゃ笑われた。
去年からねアームカバーつけてる。あ、痛たたたたた、熱くなかった、熱くなかった、なんなら触ってなかった。私さ、りょうさんみたいなさ、触覚の巻き方したいんだよね。今度言ってみようかな、メイクさんに。りょうさんと同じ巻き方してください。言ってみようかな。あの、触覚ね、触覚の巻き方ね。前髪はやらないけど私でもね、スプリングの時のパッツー懐かしいね。覚えてる？私のスプリングの時のさ、前髪すんごい切ったばっかりでパッツンだったの。パッツンのちょっと重めで幼かったの、顔が。で、すごいパッツン、めっちゃパッツンだったよね。本当にパッツンだった。でもなんか意外とね、好評だったローソン？ローソン？何それ、行ってないよ。どっからローソンで聞こえたの。いやー、めっちゃ怖いよ、画面見ながらやるの。よいしょ、じゃん。いつも髪巻くときは洗面台のとこでやってて、とかドラマ見ながら画面見てやったりとかしてるんだけど、なんかね、 TVer で見てんだけど、今もういろいろ見終わっちゃってて、ドラマ見終わっちゃってるっていうか、その配信分のやつが見終わっちゃってって、あの、今見るものがなくて困ってるでも本当にね、久々に見たいと思ってたコードブルーが今また配信されてて嬉しい。3日に1回出てて、今7話まで出てんのかな。次に全然愛してる言った方がいい。え、言ってよ。暑い時は化粧水とか、化粧水は毎日使ってる。今日新潟駅のマジシャン行ってきた。おお、いいね。配信見たいからコンビニ、あ、家帰ってる途中だったんか。そっかそっか。まあその方が安全に見れるかな。でも家にまっすぐ一旦帰った方が、でもどのぐらいかかるか分かんないから言えないけど、なんかね、そう、で、そう、コードブルー、マジ私ガチ勢なのね。本当に昔から好きで、めっちゃ大好きで、今までの全部見たし、小説も買ったし映画も見たし、録画もしたやつも何回も見とるし、特別版も見とるしもうね、本当にガチ勢すぎてやばかった。一時期本当に好きすぎた。授業中とか本読んでたもん。あ、小学校、小学校、小学校、中、小学校、小学校の時かも、小6とかかな。本当にね、すごいよね。こっそりお道具箱の中から見てた。何回かバレてる。映画も見た。あ、見たの？え、見たの？見たの？見た？え、本当に映画はね、私ね、始まってすぐ泣いてた。って思って隣見たら夫婦も泣いてた。
私映画見て初めて泣けたのね。でもねあれなんだよね本当に私昔から本当に映画見てあんまり泣かない人だったんだけど、本当に初めて泣いた映画って医療系とかじゃなくて、なんかそういうなあんまりね、まさかのもんなんだよね本当に。なんかアニメの実写化のやつなんだけど、黄色のお月様のやつわかるかな。お月様って言ってもわかんないかな。マッハのやつ、マッハで飛ぶやつって言ったらわかる。漫画もね飛び飛びで持ってる。読んでないけど集めてただけ。映画見て泣いた。わかるかな、黄色のお月様のやつなんだけど、飛ぶの。学校の先生やってんだよその先生、そのアニメ。わかるかな、みんなわかる。巻き終わった多分。ちょっと待って確認する。いつ頃出るの、何に出るの。月に行ったらセーラームーン。あーセーラームーンじゃない、ドレスの届けるやつのね。病院で結婚式したよね。とね、コロ先生ですねまさかの。でもさ、そう藤川先生だから多分灰谷先生も絶対いつかって思ってる。続編出てほしいよね。私は本当に横峯先生が好きなんですね。荒木優子さんが好きで、本当に好きで、私一回そのモデルのランウェイも見に行ったことあるぐらい好きで、そう。本当にね、私がこういうのを語ったら本当に止まんなくなるんで語りませんが違うよぬふふって笑うのは真似してないよ最近でも見てない。最近、ね、DVD は持ってるけど、でもね本当に怖いな怖いな、これでやるの怖いな。おお、成功したんちゃう。こっちが難易度ありますね。これ負けてない。180度です。多分髪によろしくない温度ですオーライブル盛り上がるかな。いやーその話で盛り上がっていいの。180度、そう180度。絶対熱いよね触ったら。触ってみるみんな。はい失敗しました。はい失敗しました。だと思いました。話題はジュナに任せよう。任せられちゃうの。いいよ。よいしょ。久々にめっちゃ私長めの配信してるね。楽しいみんな。もっと
髪ふわふわにした方がいいかな。どう？昨日ワイファイで帰ってきました。お、おかえり。今コードブルーの話してた。もう6時だね。そうだね、6時十何分には終わろうかなと思ってる。癒しの配信マジありがとう。え、くるくるかわいい。ちょっと見せたい。じゃん。どう？負けてないとこある？もしかして。あるよね、絶対。絶対あると思う。ちょっと見せる。あ、だよね。思った。ここ、ここだよね。あ、多分これだな。こいつだね。こいつだ。なんかね、本当にね、あんまりポニーティール いいんじゃない良さそうだよね。え、くるくるじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ次前髪をやっていきます。よいしょ。ちょっとさ、みんな一瞬待っててほしい。前髪ちょっとドライヤーしてきてもいいかな。ね、多分このままだとね、センター分けじゃなくてこっちの分け目で出ることに。ああ大丈夫だ、大丈夫だ、うん、いけるいける。ドライヤーしなくても良さそう。あ、大丈夫大丈夫。あ、いけますね。これくるくるじゅっちゃんです今日。そうです。あ、いけるいける。でもね、私ね、いつもね、ここでこう分けてるから、普通に髪をセットした場合でもここで自然と割れちゃうのね。まあ、あんま悩んではないんだけど。そう、薄めです。重めにしたら多分上のこっちのここの部分が、これ前髪だからここに来ちゃうからうん、固め界隈になっちゃう。私はね、薄めが好きなの。そうすればあのニキビもできにくいし、自分の好きなセンター分けもできるし、みんなの好きな前髪ありもできるから。そうだから好きですね。オンライン再販当選したよ。やったー、おめでとう。あ、ケープあった。ケープします。え、嘘、痩せた？最近めっちゃ食べてる。でも痩せたと言ってくれて嬉しい。最近ね、ここ出したいなと思って、鎖骨を出そうと思ってね発言取り消しますか？あ、取り消さないでくださいそう、ここにハイライト塗ったらすごいね、こうちょっと出て見えてキラッとしてて可愛いんだよ、鎖骨に塗るっていう。そうで、あとここにあのなんだっけ、シェーディング入れたらすごい影ができて綺麗に見えるから、そう、おすすめ。鎖骨にさ、水汲めるぐらいになりたいでね、でね、私ね、今から何しようとしたんだっけね。
年にメイクそうなんです。今日は特別配信なので入念にね、丁寧にしてますよ。ケツケツしか行かないから。ちょっとこっちおかしくない？そんなこともない。そんなことある？そんなことあるよね。そんなことしかないよね。こっちも太くしちゃえばいいのか。で、ポコって言った。そう、配信の後すぐエッサだから、そうそう、だからね、みんな忙しいね、今日は。ピョン、絶対失敗してる。でも初めて人内外の受付行ったけど何も話さず終わったよ。誰に行ったの？言ってみな。誰？そう、ちっこい色も持ってたよ。これがね、前髪用なの。これ8時半まで風呂入ろう。あ、そうだね、8時半までにお風呂とかご飯入してね、その後はね、配信見たりいろいろだね。ああ、関さん初めて。なぎね。七夕の日は私はちょっと、まさかね、でもね、4期生があこまでね出ると思わなかった。でもそこまで言われてなくて、そう、でもね、私は結構あの日は学校っていうの、学業しなきゃいけなかったから、そう、どっちみちだったんだけどね。良き報告がありますようにね。あるといいね。土曜日の夜公演受付、ももちゃん行きました。だってももちゃんのこと好きでしょ。その夢見れるかなって、すまんね。私は本当に、でもあの日は本当に出れなかったから。東京のお話し会来てくるよって人どのくらいいる？ね、ハイブ長岡もうちょっとやんね。楽しみやね。今日も行きます。どのくらいいるんだ。履いてくんの？どっちもかな。流通センター悩んでる？来てよ、お願い、来て、来てほしいです。東京はめっちゃ地元なんで確実に行く。待ってる。キョロキョロして待ってる。
うだね。まあでも新潟から行くって言ったらね、そうだよね。確かに結構遠征になっちゃうよね。新潟組ちょっと遠い。そうだよね、それはね思ってる。私も思ってた。あ、もうすぐなっちゃった。だからね、こそね、私は心配なんですよ。私の列だけ私の待機時間がとても長くなる予感して。ああ交通の面か、それは大事だね。早部長岡ジェッチャの部全部行きます。マジで嬉しい、嬉しすぎるそれは。でもやっぱオフラインの方がみんな来るみたいだね。嬉しい、待ってるからね。私久しぶりね、そうだよね、直接会える方がやっぱみんなそう参加したいよね。怒られたら慰めてね。どうしようかなねえ、待って、本当になんでこっちの結局こんなうまくいかないの。え、なんで。せーの、シュ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 、くるっ、来たんじゃない。あ、ダメみたい。なんで、こっちもなんで今日うまくいかない。すごい、なんか髪の焦げた匂いがする。ねえ、本当にちょっと待って、イライラしてきた。何これ、今日の触覚どうした。私これもう隠しちゃおうかな、これ耳毛もなくしちゃおう。今日うまくいかない日だ今日ダメだ、こいつは隠そう。これ隠しても可愛いよね。どう、あった方がいいよね。でもやっぱりサイド長さも違うかな。いや、長さはね、一緒だよ。長さはきっちゃい、きっちゃいの、ここ隠してもいい。よし、じゃあ隠そう今日ここ。ゲイ決めた。あ、量はね、いつも揃えるのが大変なの。だからあの、本当にそう、今日こっち多分少ないんだよね。ポニーテールの方持ってかれちゃった。なくてもいい感じね、そんな感じした。だから今日はここ隠すよ。で、まあ、ここがあるか。オッケーじゃないですか。なんか今日気づいたら1時間以上配信してました。私どうですか、皆さん楽しいですか。私は今からではないけど、もうあと2時間後2時間後始まるかでも終わってちょっと休憩したらって感じかな。本当にルーソックス探しに行くのみんな。じゃあ合わせてきて、みんな同じ日にこっそり合わせてきて。ご飯食べてはいかないよ。さっき食べたからお昼ご飯。
今日めっちゃ遅いお昼ご飯食べた。あの T シャツね、あの T シャツねしなくていいから本当にもうもうオフライン17組みんなルーソックスお揃い界隈で、え、じゃあそれさ誰かさあのちょっとあれして真ん中中心になって言ってみんなに本当に面白いんだけど本当にどうしよう。そうだよオフライン私そうだよ浴衣だからみんなだけルーソックスでだよな。うなぎ私ね食べないんだよね。ルーソックスいいイメージだ拡散してね、みんな拡散して、あの T シャツに短パンルーソックス待って本当に嫌かもしれない。ちょっと待って本当にやめようみんな。え、ちょっと待って今みんなので想像してみていい？やめようか。はい。本当に。どこだ。東京のドンキ。多分。ルーソックス。軍内いたらメンバーの反応と。なんでルーソックスってなるんじゃない？ちょっとね、そろそろ男女読みをしていこうかなと。え、多分会場内入っちゃえばね止められない気がするけど、入るまでね職質されても知らないよみんな吐くんじゃなくてブンブン回してくる。それはそれで面白い。とりあえず大盛りキャラ本当に面白い。じゃあ職質されたら教えて、こっそりメールで。私それ見て笑っとくよで会った時にいじらせてもらうわ。みんなあえて警察署の前でお着替えとかしちゃうルールソックスにみんな集団で履き替えるの。よいしょ。男女読みしますね。13位マーボーさんありがとうございます。12位ボンタカクハさんありがとうございます。11位カズさんありがとうございます。10位てっぺいさんありがとうございます。9位バカさんありがとうございます。1位ハヤトさんありがとうございます。7位ビールボラさんありがとうございます。6位ストーンさんありがとうございます。5位パンダのテオンさんありがとうございます。4位ときめきこばさんありがとうございます。3位アルニストさんありがとうございます。2位サカシュさんありがとうございます。1位ライトさんありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ今日はみんな見てね、特別配信みんな見てね。私は残りの髪型をちょっとしてからですね。じゃあねバイバーイ。